川勝広志運は、江戸時代後期の旗本。終始、流川勝家の十二代当主。明治維新後、東京府三事となった。名は、広和と記される場合もある。文政十一年、越前勝山藩主の小笠原長期の逸尾として、江戸に生まれた。江戸幕新人名辞典改定審判等の記述によった。幕末維新人名時典には、父は、寸福定番。 川勝中塚佐工業とある。河栄4年に川勝中塚佐工業の子で、旗本の川勝佐教の養子となった。文久2年4月8日、小栗忠政の推挙により、小小組健康部所法術教授方出役から目付となり、同年7月5日に勘定奉行があって方となった。同年うる八月三日、松平吉長らの主張する、幕政改革により新設され、 自社奉行、牧野貞田直など12名が任命された、政治改革御用係に任命され、環状奉行と兼務した。文久3年8月14日、陸軍奉行並みとなったが、源氏元年8月19日に、寄り合いとなった。慶応元年7月10日、長崎奉行並みとなったが、同年7月開日に職を辞した。同年十一月十六日に大目付となり、 京都詰めを務め、滝川武教と共に、長州政党の参謀役を担当した。慶応3年4月7日、矢部左京の家督を継ぎ、同年6月17日に若年寄り並みとなった。慶応4年正月23日、強順派に組みして若年寄りに進み、母親戦争の際は、勝海舟、大久保一郎らと共に、江戸会場に尽力した。明治維新後、 大久保一応東京府知事の下で、明治6年から東京府参事を務めた。明治5年9月12日、新橋、横浜間鉄道開通式当日、明治天皇の乗られた四頭だとの馬車を、幸運は牙で先導する栄誉を授かっている。若い頃から戦車をたしなみ、よもぎ戦と号した。 茶器の解説書として知られる、ヨモギセンサは、茶器編慶応3年間を執筆している。自身は、中国風の茶を好んで、江戸戦茶会に少なからぬ影響を与えたとされる。明治8年6月29日、48歳で没した。ありがとうございます。